昔巨人族は雇われて戦場に出ていたんだな。そうだよ、巨人族は体が大きいから食べる量も多くてお金が必要だったしね。戦に勝った時はお肉がたくさん出たんだよ。豚の丸焼きに豚の蒸し焼き、煮豚にとんかつにチャーシュー、豚足ポークソテーに豚しゃぶサムギョプサル、ハーブの一本食い、みんな美味しかったな。次回7つの大罪、今しめの復活、ドルイドの